最強はやっぱり俺、湘南純愛組最強キャラランキングトップ10。あの大人気漫画 GTO を語るのであれば避けては通れない名作湘南純愛組。今なお語られている湘南純愛組ですが、誰もが一度は議論したことがあるのが最強は誰か。そこで今回は湘南純愛組の最強キャラクターは誰か、独自にアンケートを取りランキング形式にまとめてみました。10位から1位まで発表していきますので、ぜひ最後までご覧ください。10位、鎌田純。まず第10位は、かつて鎌倉の狂犬と呼ばれ恐れられていた伝説の男、鎌田純です。アメリカ人と日本人のハーフであり、見た目は結構美形。入学した高校にファンクラブができるほどの人気ぶりも見せています。喧嘩強くてイケメンでファンクラブもある、普通に羨ましいんですが、まあそこは顔がよく生まれた彼の特権、僻むのはやめておきましょう。主人公鬼塚との喧嘩では負けてしまうものの、基本的にその強さはかなりのものというふうに描写されています。横浜に一人で乗り込んだ時には最強クラスの強さを見せてくれました。もしかしたら彼が主人公の世界線もあり得たのではと思えるほど人気キャラで、おそらく作者自身も彼は気に入っていたのではないかと思います。ちなみに彼には弟の薫という人物がいて、女装した状態で逆難し、家に連れ込んでから男であることを明かし、カツアゲをするという行為をしています。兄弟揃ってとんでもない奴らですが、どちらも鬼塚との喧嘩で丸くなります。9位、津本克幸。鬼塚大好き、鬼塚のファン。第9位はそんな鬼塚を一番慕っている後輩、津本克幸が選ばれました。彼は喧嘩っ早い性格をしており、中学時代は目が合った相手を誰彼構わず殴るほどの狂犬ぶりを発揮していたのだとか。でもその辺歩いてるので通行人からしたらたまったもんじゃありません。目を合わせるなと言っても会っちゃう時は会っちゃいますよね。ちなみに目を合わせたら危険ということで、彼のあだ名はメデューサだったようです。見た目はメデューサというか普通に悪かっこいい感じの不良なんですが、殴られた人たちがよっぽど怖くてそういうあだ名をつけたのかもしれませんね。ちなみに左のこめかみには切り傷がついています。これは喧嘩でつけたものではなく自分でつけたもの。なぜつけたかといえば、鬼塚に認めてもらうためでした。鬼塚をしたい、鬼塚に認められたいと思っていても、鬼塚本人は顔に箔がないと津本を一蹴してしまいます。そこで顔に箔をつけるため、自らカッターで傷をつけたというわけです。普通に痛そうだからやめてほしいもんですが、憧れの人物に認めてもらうためにはそれくらいしたいと思う時があるかもしれません。強さは本物ですが、無茶をしすぎてやられてしまうシーンもあり、あまり強くないのではと議論されることもありますが、今回は9位に落ち着きました。8位、極め沢うさぎ。湘南純愛組きってのギャグ担当、極め沢うさぎが8位にランクインしました。彼はなんとアニメフィギュア大好きのオタクなのです。しかし顔はとんでもなく怖い。その顔の怖さからオタクっぷりのギャップがたまりませんね。基本的にギャグシーンの際に登場することが多く、喧嘩のシーンはあまりないキャラ。しかも本人は決して喧嘩を好まない性格。こんなんで本当に強いのと思った読者は多いことでしょう。いや、オタク趣味という隠れた属性はありますが、強さは見た目通りです。向かってきた相手には容赦なく拳を振り下ろす最強クラスのキャラです。壁にパンチしたら一面にひびが入るような腕力をしています。ドラゴンボールの世界から来たんでしょうか。彼が闘争を好むモンスターだったら、きっと全国を牛耳るほどの最強キャラになっていたに違いありません。ちなみに兄弟が多く、みんなウサギと同じ顔をしているというのもギャグポイントです。一人でいろいろと面白要素を持ちすぎじゃないですかね。
しかし、そこが極め沢うさぎの良いところです。7位、根津。第7位は、湘南純愛組ではあまり登場しなかったキャラクター根津がランクインしました。根津は初代ミッドナイトエンジェル特待であり、鬼塚と団馬が中学生の時に一度だけ登場しました。その時、団馬はなんと根津にボコボコにされてしまうのです。鬼塚と肩を並べるほどの団馬がです。じゃあもう根津が最強ってことでいいんじゃないの？いやいや、議論はそんなに簡単じゃありません。なんたって団馬をボコボコにしたのは中学時代、まだ成長期の真っ只中なのです。そんな状態の団馬を倒したからといって最強とは呼べない。そのため7位というランクに落ち着いたのでしょう。しかし当時の団馬も本気で命を取りに行っていたのに勝てなかったというのは衝撃です。かなりの凶暴性で、おそらく鬼塚が戦っても一筋縄ではいかなかったのではないかという意見もあるほど。ちなみに根津はその凶暴すぎる性格ゆえにチームを抜けさせられるという設定があります。強すぎる力はたとえ仲間からでも恐れられてしまうという悲しさも含んだキャラクターなんですね。6位、上島俊樹。第6位はかつて2代目ミッドナイトエンジェルの稲村支部を治めていた不良、上島俊樹がランクイン。喧嘩の強さもさることながら、彼がこのランクまで躍り出たのはそのイカレ具合も考慮してのことでしょう。というのも、彼はミッドナイトエンジェルの2代目総長阿久津と仲が悪く、彼を憎んでいました。阿久津が鬼塚にやられた直後、いきなり現れて彼を刺した後、崖から突き落としたのです。いや、それも殺人ですよね。ここは湘南純愛組の世界、それくらいのイカレ具合はあって当然なわけないです。他のキャラでもここまでのイカレっぷりはなかなか発揮しません。純粋な喧嘩力だけでなく、罪の意識の軽さや行動のストッパーがないというか、恐れのなさが彼の強さの秘密だと思います。ちなみに作中ではその後精神病を患い、病院生活を続けることになったようですが、ここまでのイカレキャラクター、このまま生き残っていたらどこまで強くなったのか、もしかしたら鬼塚も倒せるほどのキャラクターになっていたかもしれませんね。5位、阿久津純也。第5位にランクインしたのは、先ほどちらっと名前が出たミッドナイトエンジェルの2代目総長阿久津純也です。阿久津は初代総長正木に隊を任され2代目となったわけですが、ミッドナイトエンジェルをただ暴力集団に変えてしまった張本人となり、正木はそのことを憂いてしまいます。阿久津は阿久津で考えがあったのでしょうが、力こそ全てという考えが強かったのかもしれませんね。しかしそういう思想を持っているだけあり、喧嘩の強さは確かに本物。作中でもその強さを見せるシーンは多々あり、ナンバーワンとはいかないまでもかなり上位に食い込む強さであるというのが多くのファンの見解のようです。しかし最終的には鬼塚との喧嘩に負け、上島に不意打ちで刺されてしまう。強すぎる力を持っていると、得てして潰そうとする相手が現れてしまうものなのでしょう。ちなみにミッドナイトエンジェルは阿久津を倒したことによって解体されることとなります。作中切手の名シーンが多々あるので、もしも未読の方は読んでおいてもいいと思います。4位、中条邦人。ランキングもいよいよ後半になってきました。第4位にランクインしたのは、元ミッドナイトエンジェル江ノ島支部の中条邦人です。江ノ島商業高校のトップに君臨しており、年上らしい落ち着きもあるダンディーな不良です。しかしその喧嘩の強さは落ち着きとはかけ離れた凄まじいもの。鬼塚ですら怠慢になったら互角になるのではとすら言われるほどの実力派の不良です。相手を殴ると数メートル先までぶっ飛ばすほどの怪力。またしてもドラゴンボールの世界から来たキャラクターのようです。また強いのは喧嘩だけでなく、そのカリスマ性もあります。江ノ島商業高校のトップになるだけあり、統率力があり周りからも慕われている様子がうかがえます。
ちなみに一度鬼塚たちに愛車を爆発させられたことがあり、怒って日本刀で鬼塚たちに切りかかったことがあります。なんというか、いろいろ規格外のキャラクターです。それでも鬼塚とは仲が良さそうに話している描写もあるので、完全な悪人というわけでもありません。強さとは優しさも含まれるという言葉があるくらいですから、彼にはきっと優しさも備わっているのでしょう。3位、正木恭介。ミッドナイトエンジェルの初代総長にして絶対的カリスマ、正木恭介が3位にランクインしました。伝説のヤンキーとして語り継がれていて、湘南純愛組に登場する不良で彼の名を知らない人間はいないとすら言われています。初代のミッドナイトエンジェルは不良ではなく単なる走り屋として活動していたので、正木自身の強さは具体的には分かっていません。しかし総長をしていた当時は地元の極悪と呼ばれるヤンキーたちを束ねてバイクを走らせていたのですから、ただのカリスマでそこまでできるとは思いません。おそらくその極悪たちを黙らせるほどの腕っぷしがあったのだと推察されます。あの鬼爆コンビも正木には憧れていたようですから、もしかしたら鬼塚すらも負けてしまうほどの強さだったのではないかという意見もありましたが、あくまでも推測の域を出ず、今回のランキングでは3位に落ち着きました。その後はミッドナイトエンジェルを阿久津に任せ、自身は引退しましたが、走り屋から暴走族になってしまったミッドナイトエンジェルを憂い、鬼塚に解体を願うというストーリー。なんとも悲しい顛末ですが、これが湘南純愛組の面白さとも言えます。話が少し脱線しましたが、正木はそんな最強クラスの男たちが憧れてしまうほどのカリスマと強さを兼ね備えた人物だったということです。もしも生きていたらどれくらい強かったのか、それを考察するのも作品を楽しむ醍醐味ですね。2位、段間龍二。いよいよ2位の発表です。第2位はこの湘南純愛組のもう一人の主人公である段間龍二が選ばれました。中学校時代、鬼塚がいた学校に転校してきた時にはすでに喧嘩がかなり強く、鬼塚を倒すと息巻いていました。しかし鬼塚含め周りと関わっていくうちに次第に仲を深めていき、いつの間にかコンビを組むように。鬼爆コンビというのは鬼塚の鬼と龍二が当時呼ばれていた爆弾龍二というあだ名から取って付けられた名前でした。いかにも危険そうなコンビ名がついた通り、二人は作中最強キャラとして常に描かれてきました。ちなみに作中では鬼塚と龍二はずっと童貞同士ということになっていたのですが、龍二の方だけ女性との関わりを深めていき、脱童貞を果たしていました。当然鬼塚はそれに怒るわけですが、もう一人の主人公とされるだけあり、エピソードもかなり多く、心を締め付けられるシーンや笑ってしまうようなシーンも多々あります。ここだけでは正直紹介しきれないほどですが、多くのファンの支持があり2位となったのは間違いないです。では1位はということですが、1位は当然彼でしょう。1位、鬼塚栄吉。今作品の主人公にして最強のキャラクター鬼塚栄吉が見事1位になりました。様々なアンケートが来ましたが、やっぱりこいつしかいないだろうというのが一番多い意見でしたね。中等部の教師になる物語、 GTO の主人公も務めるほどですから、キャラクター人気もかなりのものです。喧嘩は負けなし、中学生時代から暴走族との喧嘩をしていたという半端ない経歴が山ほどあります。これだけ強いくせに女に縁がなく童貞というのもギャグポイントが高くて面白くなってしまいますね。数々の視線をくぐり抜け、鬼爆コンビとして名を馳せていきますが、喧嘩に勝てば勝つほど鬼塚は虚しさを覚えていきます。なんだか自分たちが過大評価されているんじゃないか、チヤホヤされすぎじゃないか、そんな心のよどみが生まれていく描写は見ていて切なくなってきます。自分たちの伝説に疑問を覚え、最後は湘南を去るという選択をして、原作ファンとしては涙なしには見られないラストですね。また相棒の龍二との対マンシーンも語らずにはいられないところでしょう。
結局この二人、どっちが強いんだよと常に議論されてきました。結局のところ、鬼塚の方が強いという結論に落ち着いていますが、実際のところはわからないという人が多いのではないでしょうか。今回のランキングでは鬼塚が1位となりましたが、タイミングなどによっては龍二の方が1位になることも十分にありえそうです。今後も湘南純愛組の誰が最強なのか議論は尽きないかと思います。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いします。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストもお待ちしておりますので、どしどしコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。